今これで首の横じわが最初よりかなり薄くなりましたよね。こう首にこう横じわが入ってますよね、深くね。バキってなっちゃいそうで怖いんですよね。ならないです大丈夫です。こう深くこう寄せていく、上げて、後ろから上げるって絶対ないじゃないですか。ね、腕細いですしね、なんかこう不穏な怖い感じはありますけど でもさっきより柔らかくなりましたね、うん、よかった。指が入るようになりました。残りの粒が小さくなった感じですね。うん、ただでもさっきよりも入ってる分より痛いというか、うん、ちょっとまた痛さの種類がね、そうです、変わってますよね。ひねてもいるのでかなり冷たいですよね、うん、この冷たい場所っていうのはやっぱり老廃物が多いとこなので痛い、はい、どうですか、さっきより、はい、いや楽じゃないですか。はい、ここね、まだちょっと痛いけど、でもまあかなりスムーズに、はい、これがねだいぶなくなってるので、よかった、はい、流しとくと後々ね柔らかくなってやりやすく動きやすくとか痛みが軽くなりますので、うん、腰もね、腰で、すごい硬いですね。腰は気になってないですか、最近。いや、なってます。なりますよね。そうですよね。腰とか臀部のほぐしが見たいって方もいたんで、そこまで入れていきますのでね、またね。はい。はい、うん、すぐ硬くなっちゃいますね。そんな。そうですね。やっぱりこまめに動かしたり、温めたり、ほぐしたりが必要なので、やっぱりこう、まあ食生活とかいろいろ要因ありますけど、まあね、あとストレスがないようにするとかね。腰は怒りらしいんで、怒ること多いと腰が痛くなりやすい。そうなんですね。痛いですね。こちらもまた、まあ、だいぶここ痛まで痛いですね。なんかポキポキ言いますね。これ入りやすいですね。おお、気持ちいい。うん、
今これで首の横じわが最初よりかなり薄くなりましたよね。こう首にこう横じわが入ってますよね、深くね。変わるもんなんですね。変わるもんなんですね。結構もっとググッと深く入ってたんですけれども、あ、うん、それは、まあ、はい、デブとかじゃないんですね。あ、そうですね、あのやっぱり姿勢から来るものなんですね。ここに寄るような形にこうグーッと顔が前に出るとか、はい、その背中、その僧帽筋が緊張してこう持ち上がってくるっていうことが、まあ、要因で起こってるので、こう広げてあげるようにするとか、まあ、この肩甲骨の位置を正していくとかしていくと、まあ、このやはり見た目にもこう余計なこうシワとかはなくなっていきますね。辺もやっぱり硬さと冷えが強いですね、腰も。もっとピンポイントでそうですね。起き上がっていただけますか。一度ちょっと引きます、はい、どうしてもねすぐにこう戻ってしまうので、うん、極力ちょこちょこと、はい、はい、引くですね。はい、いただきますね。
りですね、こういう時も、はい、骨盤立たせるというか、はいはい、こう腰椎にカーブをつけるっていうことと、はい、こう胸を張るっていうんですかね、肩を少し引いて胸を張る感じですね、肩甲骨を寄せる、うん、こういう姿勢をやっぱり普段から大変だと思うんですけど、この、はい、この感じでやっていただくと肩が凝りにくいとか、うん、腰が痛くなりにくいとか、まあ、肩甲骨が浮く綺麗なシルエットになるということが言えますね、うん、でちょっと顎も引くようにしていただいて、はい、そうですね、こんな感じですね結構大変なんですけどね、万歳するようにしていただいていいですか、万歳で、ちょっと後ろに持っていきます、はい、息吐いてください楽にして、はー、はい、もうちょっとやります、ぐーっと、はー、はい、ちょっと今度こちらで頭の後ろを押さえて、はい、そうですね、はい、で、はーって息吐いて、はい、楽にして、はい、これを、はい、動かす、うんうん、そうですね、はい、こういうイメージを持って、はい、後ろとか、うん、上とか、うん、はい、まあ、いつもはこうなりがちなので、はい、なるべく後ろに、そうそうそう、逆の方に、はい、っていうことですね、はい、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます、はい。